逃げ若第10話変態と騒動を見ていきたいと思います。字が読めないからもういいや。男、よろしくお願いします。よし、あ、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。1秒ずれたかな。何するんだろう。あやこはなんか角材見つけるつ担いで持ってた。えらい。ええ子やな。本編開始。汚い。
おい、おい、おい、食い意地張ったやつがおるぞ。何に使うんだろうな。できんのかな。あやこ見ないで。あやこ、あやこ見ないでくれ。今多分これはいけないことをやっているんだ。やばいって、やばいって、時行き、時行き、えぐいよな、最悪だよ。やめてくれよ。あ、食ってんだな。ド変態を極める。勘違いされてる。少しではないのよ。心理系ありそうだな。
見えてんだ。お前今水の上歩いてた。うわ、すげえ。SYC。 へえ。はあ。実定
怖え。気がする。なるほどね。ああ。集まるか。あの進撃出ていくだろ、あんなもん。なんか最終回っぽい終わり方やなと思ったのに、オチが。鎌倉スタイル。はあ。なんか足利京でめちゃくちゃ怖いんだけど。高氏が描いとった絵も
御仏を見ろって言うけど、周りがやばすぎる。なんか、ねえ、怖っ。まあでも、久しぶりに、三人娘が見れてよかったな。三人娘の黄色いリボンみたいなんでね、髪くびっとる子が出とってよかったな。あの子好きだから。名前覚えてないけど。ちゃんと名前覚えてんの、あや子しかいないもん。死にたがりと逃げちゃう。本当に最終回っぽかったんだよ。まあでも気づいたらあと2話か。時行を使ってもろもろを揃えてたら時行が疑われたけど、新力っていうんだな。新力もちゃんと元に戻りはしたし、大丈夫じゃないのかなと思ったけど、あと2話で終わっちゃう。まあ2期はね決まってるし、時代のね流れ的に言うんだったら、時行たち負けるんだっけ。鎌倉の次ってなんだっけ。覚えてねえや。年号鎌倉の次なんだっけ。鎌倉の次って室町だ。はあ、室町時代、鎌倉、室町だね。室町って誰だっけ。足利だっけ。バカすぎるんだよな。全然覚えてないからさ。室町は足利かな。足利、足利じゃないかな。なんかでもいっぱい名前あんだよな。関係関、字が読めないんだけどさ、室町時代って言うけど室町の中にもいっぱいなんかあるじゃん。これは鎌倉時代って言うけど、鎌倉の中にもなんかまたいっぱい時代あるじゃん。あれなんなの。全然わかんねえんだけど、昭和平成令和とかと何が違うんだろうな。なんでこの時ってさ、この大きい年号の中にまたちっちゃい年号がいっぱいあるの。あ、なんとか時代と年号って別なんだ。え、やばいな、バカおろてしてるな。時代と年号って違うんだ。鎌倉いっぱいあるね。研究生事、兼任、研究、兼営、上限、兼略、憲法、上級、上王、元禄、違う、上王、元任、家禄、安定、官儀、上映、天福、文略、家庭、略任、炎王、任事、官元、法事、県庁。逃げ若ってどこ？どこだったっけ？どっか書いてんの？1333年とか書いてあるの。ないじゃねえか。南北朝か。あとは、
小教兼務。小教が1332年から1333年だから小教で、1334年から兼務ってなってる。なんか謎の1年がないか、字が合わないんだけど、小教から兼務の間の1年の話なのか、わからん。もう助けてくれ。もういいや。まあ昔こういうことがあったよっていうことだね。誰だったっけ、時行って。でもなんか、あ、もういいや、終わろう。難しい。あ、もうここの今目の前に起きていることだけを受け取ろう。俺は終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっております。フォロー待ちしております。概要欄の方にリンク貼っております。そちらのチェックぜひ。ということで、逃げ若第10回変態知事と心力騒動、知事的なのかな、でした。ありがとうございました。奈良に。